ラフィアの戦い、ラフィアの戦い、起源、前217年6月22日は、第4次シリア戦争の戦闘であり、セレウコス朝の王アンティオコス3世と、プトレマイオス朝のプトレマイオス4世との間で、戦われた海戦である。この戦いは、第4次シリア戦争の奇数を制した。この戦争は、アンティオコス3世が、プトレマイオス朝の支配下にあったシリア南部、 コイレシリアの支配権獲得を目指してプトレマイス朝の領土に侵攻したことで始まった戦争である。ラフィアの戦いでアンティオコス3世は敗れ、セレウコス朝の南部シリア方面への拡大政策は頓挫し、プトレマイオス朝は自国領土を防衛することに成功した。紀元前222年に発生したメディア、ペルシスでの反乱。 モロンとアレクサンドロスの反乱を鎮圧したセレウコス朝のアンティオコス3世は即位後の混乱を収めて大外的な拡大政策に打たた。セレウコス朝とプトレマイオス朝両国が建国された当初からその領有をめぐってたびたび戦争が発生していたシリア南部がその最初の目標となり、紀元前219年にアンティオコス3世は大軍を率いてプトレマイオス朝を攻撃し、 第四次シリア戦争が始まった。セレウコス長軍は一時的にプトレマイオス長の首都アレクサンドリアそばま迫ったものの、大却に追い込まれ、その後はシリアで激戦が繰り広げられた。紀元前218年に撤収した両国は、翌紀元前217年6月に入ると、再び軍を整えて、シリアに進軍した。両軍はパレスチナのラフィア、現、ラファ近郊に、 野営地を築いて展開し、戦闘が開始された。ラフィアの戦いは、ヘレニズム時代有数の大会戦であり、その軍編成等については、ポリビオス等によって記録が多く残されている。両軍とも7万前後の兵を動員した。アンティオコス三世率いるセレウコス長軍は、ポリビオスの記録によれば、不評6万2千人、騎兵6千機、戦像102頭であった。 両翼の一番外側に、騎兵二千機ずつが配置され、アンティオコス三世が直接指揮する騎兵隊二千人は、右翼の騎兵部隊と並んで配置された。千、増六十頭は、右翼前衛に、四十二頭が左翼前衛に配置された。全体に右翼に、重点的に騎兵等が配置されているのは、右翼が攻撃翼であり、右翼部隊の前進によって、 敵を包囲する作戦を取っていた目であると言われている。右翼部隊は突撃のため、鍵爪状に斜めに展開していた。6万2000人の不評部隊はさらに細かい部隊に分かれていた。部隊中央には、銀盾隊、アルギュラスピデスと呼ばれる選抜された精鋭不評部隊1万人と、長州兵からなる密集法人、ファランクス部隊2万人が配置され、 中央右翼側には5000人の不評部隊が2部隊。ギリシア人、傭兵5000人、ダハエ人、カルマリア人、キリキア人合わせて5000人、さらに、クレタ9兵隊2500人が配置されていた。中央左翼側は、アラビアの現地人、部隊1万人、東方領土からの不評部隊5000人、キッシア人、カドシア人、カルマニア人、そして、リュディア人の投げやり兵隊500人、 ペルシア人の不評隊、カルダケス1000人がそれぞれ配置された。他に、部隊配置位置が、不明ながら、アグリアニア人とペルシア人の旧兵隊と投石隊000人、トラキア人傭兵隊が2000人いたとされている。セレウコス長軍は、敵軍よりも数が少ないにもかかわらず、敵より長い戦列を組んだことが分かっており、プトレマイオス長軍に比較して、 各部隊の重心は浅くなっていた。セレウコス長軍の編成は、セレウコス長の社会機構等を考慮する際にも重要である。セレウコス長は一般にマケドニア人、ギリシア人の王朝であるとされているし、当時もそのように見られていたが、動員された兵員の6割前後は、ヒマケドニア系である。さらに、当時セレウコス長の支配下に入っていない地域から、 集まった兵が多数を占めており、その他の要素と合わせてセレウコス朝の兵士の大半が傭兵であったと見られている。傭兵であることが記録に明記されているのはギリシア人等少数であるが支配下にないアラビア人やリュデア人を強制徴収することができたとは考えられていないし、クレタ人等は当時傭兵として名を馳せた人々である。このことから 当時のセレウコス長において、制度的徴兵が行われていない、もしくは行われていたとしても、極めて不十分なものであったことが推測できる。プトレマイオス四世率いるプトレマイオス長軍は、不評七万人以上、騎兵五千機、戦像十三頭を擁していたとポリュビオスは記す。セレウコス長軍と同じく左翼に、騎兵三千機、戦像四十頭、 右翼に2000機、戦像33頭を分割配置していた。中央には密集法人、ファランクスを組んだ、マケドニア人2万5000人とエジプト人2000人が並び、その横側に、キリシア人傭兵隊8000人、ガラティア人とトラケア人の傭兵隊6000人が並んだ。左翼側には、リビア人の密集法人、ファランクス部隊3000人、軽装不評3000人、 そしてプトレマイオス4世が直接指揮する新兵隊3000人が並んだ。左翼側に騎兵部隊が重点配置されたのは敵の攻撃翼が右翼であったことに対する備えであったと言われている。また敵に比較して不評隊、特に密集邦人部隊の数が多いにもかかわら短い戦列を組んだために重心は深くなっていた。なお、 不評部隊の兵員数を合計しても7万人に達しないが、その数の差をどう見るかについては、学者間で見解が相違する。ラフィア市近郊に展開した両軍は、互いの規模が大きいこともあって、睨み合いを続けた。途中アンティオコス3世は、敗下のテオドトスに命じて、小規模な野襲を行いプトレマイオス4世への幕を襲撃させた。天幕への襲撃は成功し、 G のアンドレアスが殺害されたもののプトレマイオス四世は脱出指南を逃れた。5日間の睨み合いのせい、プトレマイオス四世は本格的な戦闘準備を開始し、アンティオコス三世もそれに続いた。そして両軍は常実のように戦列を組み立てた。アンティオコス三世は突撃用に斜めに配置した右翼部隊にプトレマイオス長軍左翼を攻撃させ、 左翼部隊も戦像を中心として突撃を開始して戦闘が始まった。左翼側に位置したプトレマイオス4世はセレウコス長軍右翼の突撃に対して戦像を突撃させて対応した。しかし、戦像部隊はプトレマイオス4世の機体に反し、セレウコス長軍の戦像部隊によって改装した。もともと像の数が少なかったことに加えて、 プトレマイオス長軍の用いた丸ミ,ミ像は、セレウコス長が用いたインド像に比べて体格が小さ場が立たなかった。その上、ラッパ音に怯えて混乱したとも記録されている。これに続いて、アンティオコス三世は、プトレマイオス長軍の外側から、騎兵部隊を回り込ませ側面攻撃をかけた。これによってプトレマイオス四世率いるプトレマイオス長、軍裁翼は、 全面的な敗走に陥り、セレウコス朝軍による激しい追撃にさらされて壊滅した。アプトレマイオス朝軍の右翼は、エカクラテスの指揮のもとにあった。エカクラテスは、セレウコス朝軍左翼の戦像が突撃してくるのを確認すると、指揮下にある、騎兵部隊2000を側面に回り込まるとともに、中央軍右翼側にいたギリシア人傭兵部隊を前進させて、 セレウコス朝軍災翼側にいたアラビア諸部族の部隊を攻撃した。砂ぼこりに紛れて、側面迂回に成功したエカクラテスの騎兵部隊は、セレウコス朝軍災翼の騎兵部隊を攻撃して、これを撃破し、ギリシア人傭兵部隊も突破に成功して、セレウコス朝軍の戦像部隊を囲いした。セレウコス朝軍の左翼騎兵部隊は敗走し、プトレマヨス朝軍右翼によって、追撃を受けた。 両軍とも、左翼部隊が回送し、右翼部隊が前進した状態となった。中央の主力部隊の戦闘突入はやや遅れたが、両翼の戦闘開始に合わせて両者は共に、まっすぐ前進し、戦闘を開始した。プトレマイオス長軍の中央軍には、最小、ソシビオスと王妃アルシノエ3世がいたと伝えられる。中央軍の戦闘は互角であったが、敵左翼を破った。 プトレマイオス朝軍の右翼部隊は、セレウコス朝軍の右翼部隊よりも早く中央軍の戦場に戻り、セレウコス朝中央軍の後方に回り込んだ。これを見たプトレマイオス朝中央軍の士気は一挙に高まって攻撃を強めた。一方で攻撃されたセレウコス朝の中央軍は、浮き足立って総崩れとなり、戦いの奇数は決した。アンティオコス三世は、回想する見方を、 一旦ガザにまとめて撤退し、ここに第四次シリア戦争におけるプトレマイオス朝の勝利が確定的なものとなった。この戦いの結果、シリア南部はプトレマイオス朝の支配が継続することになった。アンティオコス3世は停体打撃を受けて、シリア方面での領土獲得を一時放棄することになり、その矛先をアナトリアやイラン高原方面に向けていった。 プトレマイオス朝にとっては大勝利であったが、この戦いはプトレマイオス朝社会に大きな社会的変化をもたらした。これまで特権階級としてのギリシア人、マケドニア人の存在はプトレマイオス朝の支配を支える軸であった。しかし、2万人を超えるエジプト人が戦いに参加して勝利をもたらした子はエジプト人にとっては自らの重要性を国家に証明することを意味した。 旧来は、巻モイと呼ばれ、輸送兵程度にしか用いられなかったエジプト人兵士であったが、ラフィアの戦いにおいては、兵員の絶対数を確保するためになくてはならない存在であるのが明白となった。これによって、エジプト人にもギリシア人と同じくれる恋、軍事植民者にが道が開かれ、一種民族主義的な政治傾向が高まったと考えられる。 ラフィアの戦い以後のプトレマイオス朝の神殿碑文や宗教政策は従来に比べて非常に強いエジプト的傾向を示す。プトレマイオス4世の守護王となったプトレマイオス5世は初めてメンフィスでエジプト式の儀式によってファラオの座についた。さらにプトレマイオス朝史上初とも言える大規模なエジプト人の反乱もプトレマイオス4世の 知性末期に発生している。これもトークラフィアの戦いにおけるエジプト人の貢献を精神的背景持ったものであると言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。